ははい、い、えー、おはようございます。です。で、えー、今日はですね、えー、週末ですね、土曜日ですね、えー、ちょっと僕は徹夜で今からちょっとやっと一回帰ろうかなとか思ってるんですけども、えー、今日はですね、宿題ですね、宿題をちょっと出してみようかなと思います。えー、宿題はですね、お客さんの、あなたのお店のお客さんの、えー、リストですね、 これをぜひ取ってもらいたいなというか、取る仕組みを作ってもらいたいなと思うんですけども、えー、なぜこの宿題を出すのかというとですね、お客さんのリスト、えー、名前、住所、電話番号、誕生日とかですね、こういうものをきちんとお店の、えー、顧客のリストとして取っておくことによってですね、えー、こっちからアプローチできるんですね。えー、キャンペーンやイベントがあるときに、 こっちからダイレクトメールとかハガキを作ったりとか電話したりメールマガジンを送ったりとかですねこっちから積極的にアプローチができるので、えー、これをぜひやってもらいたいんですけども、えー、これ実際どういうふうな形でやっていけばいいのかというと、えー、例えばですね何、えー、だろう、えー アンケートなんかと一緒にですねアンケートに答えて住所名前電話番号誕生日、えー、これを書いてくれたら、えー、何かプレゼントですね例えばまあ、えー、ドリンク、えー、一杯無料できればそれ以上何か、えー、もし自分が個人情報を書くとしたらどれぐらいのものをもらったら書くかよく考えて、えー、できるだけたっぷり、えー、何か、えー あれですね、書いてくれたお礼を返すというか、えー、よくありますよね居酒屋とかでメルマが登録したらドリンク1杯無料とかねああいうのでも、えー、登録する人はとても少ないと思います、えー、なのでですねできるだけ強力な、えー、特典をつけて、えー、アンケートなり、えー、何か、えー、書いてもらってできたらお客さんの声とかですねに使えるようなアンケートなんかを 取ってもらってて、も、え、ら、ー、そこに、えー、名前住所電話番号誕生日ですねこれを書いてもらって、えー、書いてもらえるような仕組みですね、えー、きち,ちんとしたその流れをですね作ってみてほしいと思います、えー、そうすることによってですね、えー、まず第1ステップですねお客さんにアプローチするっていうできるっていう状況ですね えー、お客さん、えー、この日これだけのお客さんを集めたいとか、えー、この日これだけ売り上げが欲しいとかいう時にですね、積極的にこっちからアプローチできるような手段というか、えー、資産ですね、顧客リストっていう資産をきちんと、えー、積み上げていってほしいと思います。これねココココツ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 やってると しっかり数が増えてくるんで、えー、それでだん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 やっぱりねこう数字で現れてくるんで是非これをね、えー、コツコツとまめにですけどねやってほしいと思います、えー、ということですね今日はこの宿題についてお話ししていきました是非、えーえー、今すぐですね、えー、どうやったらお客さんの、えー、名前とか住所が取れるかなと いうことをよく考えて、えー、ぜひ、えー、実行してみてください。ではまた、えー、そうですね、今日は、えー、飲みに行かれる人も多いんじゃないですかね。えー、楽しい週末を過ごしてください。えー、ではまた来週。ありがとうございました。次回